さんこんにちは。今日は抜けるような青空の下で行われるデーゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。実況は私西岡明彦、解説席には最高のボランチとも評される福西崇史さんをお迎えしました。ニューカッスルユナイテッドが AC ミランを相手にします。はい、よろしくお願いします。これだけのカードですからキックオフが待ちきれませんね。いい試合を期待しています。ハサン・アルハイドス、ベッカム、さあリードできるか。このシュートは枠を外れました。完全に決まると思ったんですが狙いすぎたんでしょうか。ディア、ここはボールを奪取しました。敵陣へボールを運ぶ。この攻撃はうまくいきません。ボールは相手に渡りました。ハサン・アルハイドス、さあチャンスだ。決まった。ゴール。試合が動いてきた。ぐるっと抜け出して最後まで行っちゃいましたね。ディフェンス側はファールしてでも止めておきたい場面でした。アブドルアジーズ・ハーティム、ここでインターセプト。ダンフリース、デイビッド・ベッカム、ミラン、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ボールを回してチャンスを伺います。ここで取り返します。ハサン・アルハイドス、デイビッド・ベッカム、マリアーノ・ディアス、ディア、ルーズボールになっています。ペペのタックル。タックルでボールを取り返します。クルトワのダイビングセーブ。高い位置で取り返しました。これはチャンスか。相手に当たってコーナーキックになりました。ハサン・アルハイドス、ここでホイッスル。前半が終了いたしました。ニューカッスル選手交代です。後半のキックオフ、今度はミランボールです。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ドリブルで運びます。入れば同点となります。アリソンが反応した。ゴールを許しません。これはクリアしきれないか。トーマス・ミュラー、サポートを使うか。ボックス内の相手を、決まった。試合を振り出しに戻す同点ゴールです。リプレイですね。綺麗な弧を描いたボールが味方の選手へ渡ります。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。ハサン・アルハイドス、ボールを前に運んでいます。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ソン・フンミン、ミュラー、強い当たりだ。果敢に仕掛けてボールを奪いました。いいタックルです。ポゼッションを取り返しました。タックルが決まりました。ボールダッシュに成功です。ルートフリット、マリアーノ・ディアス、
ハサン・アルハイドス。ここで抜けたのは大きい。しかしもう一人ディフェンダーがいました。ここでアルハイドス、ドリブルでここしかない。手に汗握る接戦も終了間際、どうしても欲しかったゴールがついに生まれました。一進一退の状況が続いていました。最後は体力と精神力で上回りましたね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。ここはディフェンダーが読んでいました。ディア、ハサン・アルハイドス。ここで試合終了のホイッスル、ミランの勝利です。1点を最後まで守りきりましたね。しっかりと決めるべきところで決めたことが勝利を